面白いなっていうのがまず一つあったのと、はい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 、たまたまあのリクルートの OB の方とお話をしていた時に、うん、内藤さんとリクルートベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回はですね、通販業界の大御所マインドスターグループのファウンダー内藤さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まさか内藤さんが出るなんてって多分通販業界の方みんなさん思ってると思うんですよ。そんなことはないんじゃないですか。いやいや本当にDMM の亀山さんかファインドスターグループ の、 あの内藤さんかっていう感じですね。あ本当ですか。あ、はい、もうそんなすごい人と並べられて嬉しいですね。戦いがありました。いやありがとうございます。内藤さんちょっと軽く自己紹介お願いしてもいいですか。わかりました。経歴はですね、大学卒業後に新卒で入った会社は、うん、今 の、 あのリクルートキャリアですね、はいはいはい、そこに大体3年半ぐらいですかね。その後友人の会社に転職をしました。その会社が大体1年ぐらいで倒産ですかね、まあ、生産というか倒産して、うん、でそこから友人と起業を1回しまして、うん、でちょっとその友人との起業は少しちょっと、まあ、人間関係というか少しちょっとあのお互い一緒にやらない方がいいということで27の時にこのファインドスターを創業したという形ですね、うん、ですから96年12月ですから、うん、約23、4年ぐらいですかね、はい、その時のファインドスターの事業は。いや全く違いますね。一番最初は通信機器の開発をやってましたね、うんうんうん、その後にウェブの制作ですね、うんうんうん、ですからそれがだいたい創業して5、6年ぐらいは2000年前半ぐらいまでウェブの制作やってましたね、はいはいはい、通販にフォーカスしてるイメージが。通販というか我々はあの支援業なんで、うんうん、今は広告代理店ですね、立ち位置としては。あ、なるほど、はいはいはい、お客様が通販なんで通販業界では比較的お客様が多いという形なんで、はいはいはい、我々自身が通信販売をやってるということではないですね、うんうん、なるほど、はい、なるほど。僕やっぱそのファインドスターさんっていうと、はい、コングロマリット経営じゃないですけど、はい、事業部ごとで法人化されていて、はい、グループ経営されてますよね。そうですね、グループ経営、はいはい、もう今17、8社ぐらいですかね、はい、それは最初からそういう計画だったんですか。これはですね、もともとあのそこの発想に至ったのが、あの孫さんが2000年頭に起業家をグループ化するって言ってたんですよね。その1号が確か、アリババさんですよね。この起業家をグループ化するって面白いなっていうのがまず一つあったのと、はい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 、たまたまあのリクルートの OB の方とお話をしていた時に、うん、リクルートって、辞めた社員の時価総額って結構なんか1兆か何かあるみたいな話になったんですよね、うん、まあ、有名な会社でいうとインテリジェンスさんとか、はい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 、マクロミルとかさんとか、はいはいはい、まあ、いくつか、まあ、ディベロッパーもいくつかありますよね、うん、でそういえばリクルートって社員が起業するときに出資しないですよね、ほとんど。多分リクルート本体から出資しない、本体が出資するっていうのは聞いたことないですよね、うんうん、なんでその合わせ技のグループがあったら面白いなというのが元々の発想ですね。要はリクルートのようにどん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 社員を起業していただいて、でリクルートは出資しないけども孫さんのように、自社の社員に出資をすることでグループ化するというなるほど、あの組み合わせです。だからまあ、あの簡単に言えばパクリですよね、孫さんとあのリクルートの。ただまあ組み合わせた会社は多分世の中にはうちしか今でもないと思いますけども、はいはいはい、そこが元々 の、 あの発想の原点ですね。なるほど。なんか僕すみません、勝手ながら 100% 子会社なのかと思ってたんですけど、はい、いや、ケースバイケースですね。ケースバイケース 100% のケースもあれば2割、49、これはもうあの、うん、バラバラですね、うちのグループは。へー、はい、そうなんですね、はい、じゃあそこで代表やられてる方がマジョリティオーナーとして 51% 持ってる場合もある。 あります、うん、あの数社はそういうグループありますね、うん、内藤さん、この会社、ちょっと調達したいんですけどいいですかみたいな感じ、はい、で第三者から資本が入るケースもあるってことですか。できれば早くそういう会社が出てきてほしいんですが、今のところはまだないですね、うん、あのファインドスターグループが持っているか本人持ってるかみたいな、うん、ただゆくゆくは多分ね、基本的にはね、外部の株主入った方が、まあ、緊張感もあるし、うんうん、あのガバナンス上もいいんじゃないですかっていう話はしてますけどね。直近一社、そうですね、うん、外部の起業家の方が、うん、やはり自分でピンでやるよりもうちのグループでやった方が成長するんじゃないかなということで、うん、一社ジョインしていただいたりとか、あとはちょっとまだ契約巻いてないんであれですけど、数社出資の話も進んでますね。いわゆるグループ入りを前提として、いう話も進んでますね、まあ、それは当然ね、うちのこのグループのやり方とか内情を見て、はい、あ、ここだったらまあ自分の経営スタイルを貫きつつ成長も上げられるんじゃないかなと思ってもらえれば、それはまあ僕にとってはありがたいお話ですよね、うん、はい。
夏さんちょっと聞きたいんですけど、はい、各会社の、まあ、代表だって役員の方が、はい、それぞれ隣の会社との交流とかってあるんですか、それとか、ね、月に1回全体会議だったりとか、はい、そうですね、一応グループ入りした時には、はい、基本2ヶ月に1回ですね、今ちょっと社長が全部で16人ぐらいいるんで、うんうん、ちょっと16人一度に集まってただの報告会になってしまって、はい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 、だからコミュニティも深まらないんで、うんうん、今はこれを半分に分けてますね、半分の A と B に分けて、はい、偶数月は A、奇数月は B みたいにしてやってる感じですね、うん、でそこではまあどっちかっていうとお互いの近況の共有と、うん、あとは経営課題がみんなあるんで、うんうん、それについてみんなに、まあ、意見を求めるみたいな、あそこでシェアしていろいろアドバイスもらったりとか、そうですね、この2年ぐらいはこれをやってますかね、はい、良さそうまあまあそれもそうですね、うちの一つのグループの価値というか、うん、なんで基本的にはこのグループ形態を取ってる一番の理由はそのやっぱ企業の成功率を上げたいというのが一番あるんですね、企業の成功率、はい、確かに日本って先進国でも最下位ですよね、うん、開業率とか、はい、企業家がなんでこう日本では人気がないか、一つはメディアの影響ですよね、うん、なんかこう失敗すると夜逃げとか保険金とか、はい、企業イコール失敗のこのイメージが悪いですよね、うん、日本は、うん、悪い、はい、まあ個人保証の問題もありますけどもね、うん、なんで一つはそこのハードルを下げるということと、うん、やはり成功率が高まれば、これよく僕オリンピック理論って言ってるんですけどね、うんうん、周りに成功してる人がいれば多分その負のイメージよりは、あなんかあいつでもできるんだったら俺でもできるんじゃないかなっていう、これなんでオリンピック理論っていうかっていうと、僕らの周りでねオリンピック目指す人って聞いたことないですよ ね、うん、そうですね、普通に生活してる人、はいはい、でもオリンピック選手ってみんな小さい頃からオリンピック目指すじゃないですか、うんうんうん、この違い何かっていうと身近にいるかどうかですよね、例えば水泳だとイトマンスクールとかですかね、はいはいはい、結局身近にいるとイメージできますよね、やっぱテレビだとなかなかね、なんで僕は身近にやっぱり成功という定義が合ってるかどうかあれですけども、それなりにまあね会社経営している企業家がいれば、あみんなこうしてくれるんじゃないかなと、だからそのために成功率を上げるにも、うん、ピンではなかなか成功するのってちょっと難しい面もあるじゃないですか、うん、資金の面、人材の面、はい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 、経営ノウハウの面、うん、そこをなんか補完できるグループが作れれば、うん、企業の成功率上がるんじゃないのというのが元々の仮説ですよね、なるほど、で企業家輩出の仕組みみたいな、まあ、グループですね、プラットフォームって言ってますけどね、面白い、あ、ちょっとそろそろ時間なんで、はいはい、またちょっと次回、はい、続きを、じゃあまた M&A バックでお会いしましょう、はい、ありがとうございました、すみません、ありがとうございます、M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。